起点がどうしてここになってるの？エリシアもいない。一体エリシア？はぁ、何があったかわからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。心が通じ合っていても、互いの居場所を感じられなくなっているの。最後はこれのおかげで、やっとメイの位置を見つけられたわ。なんて名前だったかしら。各社の目？それとも、対ケビン武装タイプ 24？ とにかく、律者の位置を捜索。追跡するための装置よ。水晶の花一つで入手したわ。それ、あのメガホンより値打ちがないの？もちろん、いいお知らせも持ってきたわよ。誰と交換したか、当ててみて。パルド・フェリス、彼女が戻ったの？そうなの。これは滅多にないチャンスよ。見逃さないでね。お店への道は繋げておいたわ。急いだ方がいいわよ。またどこかに出かけてしまうかもしれないから。1113、1114。コインが多すぎない？いつまで数えないといけないの？え？お客さん？こんにちは、パルド・フェリス。あれ？どうして私の名前を知ってるの？ああ、お前がエリの姉ちゃんが言ってたお客さんだね。彼女が紹介してくれたんだ。ようこそ。私のことはフェリスかパルドでいいから、好きな方で呼んで。商品も好きに選んでいいよ。偽物があったら値段の10倍を返金するけど、返品は不可だよ。そのキャッチコピーは一緒にしない方がいいんじゃないかしら。ああ、待って。まさか、お前は、あのライデン・メイ？ええ、そうだけど。うわぁ、本人だったなんて。エリの姉ちゃんからお前の話をたくさん聞いたんだ。頭に角がある後継者で、来てすぐにみんなと仲良しになったかと思えば、楽園の平和のために、ヘビの姉ちゃんをボコボコに。ああ、ヘビの姉ちゃんというのは、メビウス博士のことだよ。いつもそういう風に呼んでるんだ。お前すごすぎるよ。ヘビの姉ちゃんが本気を出したら、私が100、いや200人いたとしても勝てないもん。それで、メイの姉ちゃん、今日は何を買いに来たの？ちょうどビルビーの姉ちゃんの工房から新商品を仕入れたばかりでね。ある人を探してるの。あなたなら力になってくれるって、エリシアがそう言ってたわ。うむ、情報ビジネスだね。問題ないよ。それで、誰のことを知りたいの？渡りガラス。誰？
身長はこのくらい。髪の毛は短めで黒い服を着てて、手には赤い爪のような武器がある。あ、黒い服に赤い爪？楽園にそんな人はいたかな？でも大丈夫。メイの姉ちゃんは知らないかもしれないけど、私は探し物を見つけるのが一番得意なんだ。人でも物でも何でも。報酬が十分なら全部手に入れてあげるよ。どんな報酬が欲しいの？簡単だよ。メイの姉ちゃんと友達になりたいんだ。言うのが恥ずかしいんだけど、最近の楽園は少しめちゃくちゃで危険なのに、よりによってカンちゃんがいなくなっちゃったの。カンちゃんがいないと一人で生きていけないよ。メイの姉ちゃんも人を探してるんだし、その一緒に探すっていうのはどうかな。どうせ探すんだし、案内する私をメイの姉ちゃんが守ってよ。その方が私も安全だし、メイの姉ちゃんのお金も無駄にならないでしょ？そう思わない？そんなに簡単なの？そんなに簡単だよ。商売っていうものは一時的な利益じゃなくて、もっと先を見つめないとね。それに私がいない間のお店はメイの姉ちゃんが面倒を見てくれてたようなものでしょ？ま、常連さんへのサービスだって思ってよ。わかったわ。それじゃ案内をお願いね。うん、早速出発しよう。ああ、忘れるところだった。友達になるんだから私の刻印をメイの姉ちゃんに渡しておくよ。大したものじゃないけど安心して、これは無料だから。人生は結局空夢みたいなものだよ。来る時も去る時も慌ただしい。それなら自由に生きてみない？どうせ夢なんだから、もっと大胆になってもいいんじゃないの？夢の刻印、パルドフェリス。さあメイの姉ちゃん、ぼーっとしてないで出発するよ。姉ちゃんに勝てるのも納得だよ。パルド、ずっと横で見てるつもりなの？まあまあメイの姉ちゃん、私はただの天使だし、喧嘩は本当に得意じゃないんだよ。